いや、俺らはここいらで魚取って暮らしてるもんだがよ、さっきオルクの連中に遊び半分で撃たれちまっていや助かったぜ。本当おじさんたち漁師なんだ。オルクの目を盗んでやってるんだ。魚取るのも命がけだよ。道理でお魚の匂いプンプンするもんね。そうかい、さっき風呂へ入ったばっかりなんだがな。横っ腹の穴以外は大したことなさそうだ。これならそんなにかからずに修理できそうだぜ。治るまで待てるか。もちろんだとも。何から何まですまねえな。サラ、皆さんを客室に案内しろ。了解しました。出撃10分前、各員モビルスーツ発進準備。そろそろだね、兄さん。そのようだな。どうかしました？いや、別に。こちらです。あ、失礼しろ。動くな。武器を捨てて投降しろ。おいおい、何の真似だ。俺たちはハッタリは通じねえぜ。残念だけどね。あんたたちが別の目的があってここに来たことはとっくの昔にこっちは分かってたんだから。武器を捨てろ。どうしてだ。どうして見抜かれた。さすがよね、ティファ。ありがとう。あなたの力がなかったら今頃大変なことになってたわ。いえ。でも奴ら一体何者なんだ。さあね。どうしたの。いけない、ティファ。そろそろ本当のこと言ったら。でないとマジでぶっ放つぞ。おじさんたち話して楽になろうよ。一体何が目的で潜り込んできたのさ。軍人か。そりゃおかしいでしょう。連邦政府はとっくの昔にぶっ潰れてんでしょ。歴史上ではな。どういう意味だ。ガロード、敵が来ます。何、間違いないのか。はい、ギファが感じたんだ。間違いはないだろう。そうか、俺たちもこうして見破られたってわけかい。認めたくはねえが、俺はニュータイプの力を見くびっていたようだ。ティファ、アディールか。来た！うわっ！うわっ！捕虜が逃げたって？敵に接近中！あの男、うまくやっているだろうな。こっちはこっちでやらせてもらおうよ。またあのケテモノガンダムか。フリーデンはジャミルに任せとこうぜ。ったく、いつもいつも大変な時に来やがって。白兵戦なんてやりたかねえぜ。私は直す方の人間なんだが。侵入者はキャプテンたちが追ってるわ。あなたたちは敵を近づけさせないで。了解。キャプテン。おい、隊長、武器を。俺は兵士だぜ。やるな。そう簡単にはやらせないよ。何、あなたが。何なんだこいつら。モビルスーツの性能も戦い方も
連中と全然違う。ガロード、自分のことを心配しろ。このそうか、もしかするとこいつらもあの変な兄弟もその軍隊の。再会か。お前には聞きたいことがある。あの人、死なせられない。軍だかなんだか知らねえけど、なめんじゃねえぞ。腕を上げたな、あの少年も。兄さん見て。作戦失敗か。これで戦う理由もなくなった。委員会に報告すればアイムザットの力も復活するね。命拾いをしたな、あの男も。帰るぞ。お前ら逃がさねえぞ。兄さん、ここは任せて。そうか。何？しまった！さあ、兄さん。あ、待て！隊長たちが脱出するまで戦闘を続けるんだ。嫌だと言ったら。何？戦闘には誤射はつきものでね。話してもらおう。今我々の知らないところで世界がどう動いているかを。世界の動きか。地球連邦がまた動き出している。そうなのだろう。さあな。俺にはいいところが二つだけある。死んだ女房の口癖だ。酒を一滴もやらないところ、それと諦めの良さだそうだ。でもそれより悪いところもあるんだとよ。それは俺が嘘つきだってことだ。あばよ、集団か。何？あなたは生きなきゃダメ。ティマ、離れろ。ダメです。生きなきゃダメ。何を言ってるんだ、お前。あなたを死なせるわけにはいきません。本気なのか。なぜ俺を死なせん。あなたは優しい人だから。その怪物は古き時代を生き続け、今新たな鎧を身にまとい、次なる歴史を紡ごうとしている。かつて地球に死をもたらした力をこの時代にも解き放とうとしている。 GX9901、 それがその怪物の名前であった。癒してあげたいのにそっと。いつからなの素直に泣くのやる。
15年目の亡霊。